人七瀬。あの大きい胸も本物ですね。そこは問題じゃないでしょう。冗談じゃない、もうたくさん。あ、うん、あ不条理、今夜限りで断ち切って。バイトの新入りの子がかなり可愛くてさあとすっごく大きかったんだ。え、何がって、胸がでかっ。じゃあ事実なんだな、その大学生が最初2メートルくらいの長い鉄骨を携え、フリルの目立つ赤と黒のミニスカートのドレスをまとい、頭に大きいリボンをつけた顔のない女性が突然車の前に現れたので慌ててハンドルを切った。大学生の怯えた顔、タイヤ痕と突き破られたガードレール、そしてあの場所に残る異質な空気感は本物だった。そうして臨死に至っても、クロウ先輩は人魚の肉を食べていた不死身の能力ですぐに立ち上がるでしょイラスト、昨日見た後人七瀬そのままだ。たくさんの証言や七瀬かりんの生前の容姿を参考にすれば近いものが描けるだろうけれど、そっくりそのままというのはあり得るだろうか。このイラストはまるで後人七瀬を直接見て描いたような。必要なのは情報、ネット上のものは虚実が入り乱れている。信頼できる筋からの七瀬かりん死亡事件の正確な資料が欲しい。となると警察、サキさんに頼み事をするのは尺だな。クロー君の親類縁者何十人ものほとんどが変死や病死しているの。まともに生きてるのはクロー君くらいなのよ。あ、後人七瀬は本物だ。犯罪、暴力といった体のない本物の亡霊。この先何が起ころうと警察が対処できる相手ではない。ご存知ないですか？じゃあ七瀬かりんは？ああ、確か今年の初めに亡くなったアイドルでしょ。あんまり良くない噂でメディアを騒がせていたような。そうです。鉄骨が当たる一歩手前で止まった。クロウ君も後人七瀬もまるで台本でもあるかのような動きだった。そうなるのは当然のような。彼は人でありながら人あらざるものになったのだ。
こんなのまでできてるの？七瀬かりんがアイドルとして上り調子にあった19歳の6月、父親が亡くなってる。自宅マンションの階段から転落しての事故死とみられ、当時は何ら事件性が認められなかった。ミニスカートのドレスを着てるとか、顔が潰れてるとか、鉄骨持って振り回すとか、そういったもの全部が七瀬かりんを死に追いやった世間ってやつが無責任に喜びそうなものになってる。凶器となった鉄骨は3メートルから5メートルくらいの長さで、死体は顔と頭部を砕かれていた。容姿や歯型の確認もできないほどに首から上は潰れていた。所持していた携帯、財布、大学の学生証から遺体は七瀬春子であると思われ、ホテルの部屋や私物から検出された指紋も一致し、その死体は七瀬かりんと断定された。死亡推定時刻は30日の午前0時から1時。